高いところに行けば声が遠くまで届くのね。異常。こんにちは。あれ、やっと会えました。栄誉騎士様、私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。あ、ごめんなさい。私はまだ正式なセピロス騎士ではありません。早くこの鎧に見合う騎士になるため、メイドの身分で騎士団で騎士修行をしています。はい、まだ騎士選抜を通過できておらず、本物のセピロス騎士になるために先輩方からご指導を受けております。アンバー様からウサギ伯爵の作り方を学んだり、ガイア様から色々な任務を引き受けたり、火花騎士様にもご指導を受けました。神団長に反省室に送られましたが、実はかねてよりずっと栄誉騎士様のご指導を受けたかったのです。しかしお邪魔になるかと思い、声をかけられずにいました。モンドの街を歩くあなた様を何度も見かけたのですが、私も仕事で手が離せなく、今日は騎士団での掃除が終わり修行に行こうかと迷っていた時に、ちょうどあなた様を見かけまして、もしお邪魔でなければご指導をいただけませんでしょうか。それが先輩としてのアドバイスですか。しかしメイドとしての私ができるのはほんの些細なことだけです。セピロス騎士団はモンドで最も堅固な防壁です。人々を守りたいのなら些細なことだけをなしていてはダメだと思います。ですので、本物のセピロス騎士になるために、人々を助けられる力が欲しいのです。え？そんなご冗談を。私はてっきり、風魔竜のような強敵だけを対象にしているのかと。確かに。そういえば、いつも栄誉騎士様をモンド城で見かけるときは、忙しそうにしていますね。あれは、皆様の手助けをしていたのですか？はい。では、モンド城に戻って、本日の修行を始めます。先輩、あなた様の問題に対する捉え方はとても勉強になります。あなた様が言ったように、これからは人々を手助けする些細なことも修行だと考えるようにします。そう考えると普段よりもやる気が出てきますね。うわっ、眩しい。なんだかノエルから依頼をくださいっていうオーラが出てるぞ。誰かいますか？
どなた様の声でしょうか。今すぐお伺いします。ノエラー、足が速すぎるぞ。オイラたちも早く行こう。落ち着いてください。深呼吸を。助かりました。私はノエルと申します。もう大丈夫です。安心してください。今から私があなた様の安全を保証します。ところでモンド城では見かけないお顔ですが、どちらからいらしたのでしょうか。ありがとうございます。私はモンド人ではありません。各地を転々とする商人で、名をアロイスと言います。今回は名刺をリウェまで仕入れにモンドに来たのですが、まさか、途中で凶暴な魔物に襲われてしまったんです。それはそれは凶暴で、私の身長の2倍もありました。それで怖くなってここまで逃げてきたんです。息も怠惰で走れなくなったところ、あなたとこちらのメイドさんに助けられました。アロイス様、もう大丈夫です。ここからモンド城はそう遠くありません。私はただのメイドですが、お客様をモンドに送るくらいのことはできます。モンドまで送ってくれるんですか。それはよかった。では早速ですが出発を。お待ちください。各地を転々とする商人とおっしゃりましたが、荷物はどこにあるのでしょうか。安心してください。どれほど多くとも全部私が運びますので。荷物、そうでした。さっき魔物に襲われた時に道に落としてしまって、いえその必要は。あの魔物は凶暴です。私の身長の3倍もあるんですよ。心配しないでください。こちらは私たちモンド城の栄誉騎士様です。彼女ならばどのような魔物であろうと倒してくれます。栄誉騎士、 あなたはセピロス騎士団の人なんだ。それが あまり覚えてなくて、走るので精一杯でしたので、多分少し前にあった分かれ道の近くだったような、あまり記憶が確か。ちょっと待ってください。胸が、突然胸に痛みが走りすぎたせいかもしれません。ですので探すのは後でも。胸が痛いのですか。私が支えますので、ゆっくりと横になってください。この姿勢のままでお願いします。すぐに検査いたしますので。その先輩、すみません。私はここでお客様の容態を見ますので、魔物の方をお願いします。凶暴とのことですので十分お気をつけください。荷物なんかなかったな。場所を間違えたんじゃないか。とりあえずノエルのところに戻ろう。とはっ。
先輩です。アロイス様のお荷物はありましたか？多分魔物に食べられたんじゃないですかね。言ったじゃないですか、危険だって。どこかお怪我はありませんか？私はその飛び跳ねれば3倍の、あ、いや2倍の高さになると言ったんで、どうしてそんな目で見るんですか？たとえスライムだったとしても私じゃ叶いませんよ。これはどうしましょう。栄誉キー様にも見つからないのでしたら商人ですから、こんなこともあるかと。どうやら今回は運が悪かったようです。また今度改めて。申し訳ございません。この状況ですとセピロス騎士団に行って落とし物の登録をしていただく必要があります。セピロス騎士団は全力であなたの落とし物を探してまいります。え、あ、いやセピロス騎士団だなんて、そんな、皆さんにご迷惑をかけてしまいます。そんなことはございません。モンドにいらした客人をもてなすのはセピロス騎士団の責務でもありますので、メイドとして客人の接待もきちんと務めてまいります。もしくは騎士団に行きたくない理由でもあるのでしょうか？あ、いえ、決してありません。はい、どうしましたか？はい、実は私も気づいていました。しかし証拠がないのに早々に疑ってしまうのもどうかと。こちらのお方がモンド城の近くで助けを求めていたのならモンドの客人と言えます。でしたら私は責務を全うするまでです。はい、ご理解ありがとうございます。あの、何を相談してたんですか？結局どうすれば。あ、はい、お待たせして申し訳ございません。もう話は終わりました。これからモンド城に向かいましょう。あ、栄誉騎士にノエルさん、任務中ですか？後ろの方は？私はアロイスと申します。ただの商人です。あ、客人でしたか。歓迎いたします。お手数ですが、あなたの身分とこちらに来た目的を教えてください。セピロス騎士団があなたの安全を保証いたします。私はモンドからリーウェへ酒を仕入れに。そうでしたか。しかし荷物などが見当たらないようですが、モンドを訪れる酒商人リストにも名前が載ってないみたいですけど。それは初めてモンドに来たからです。これを機にリストに載るはずです。そうですか。ではリーウェ総務士から発行された証明書を提示してください。身分を確認する必要があります。そんなものがあったのか。そうでした。荷物の中に置いてきてしまったんです。荷物？すみません、こちらの方は先ほど魔物に襲われて荷物をなくされたそうなんです。先に休んでいただいて、それから騎士団に登録するというのはいかがでしょうか？騎士団ガイド第10条によりますと、外国からの見知らぬ客人が来た場合慎重に対応する必要が。しかし騎士団ガイド第2条には、客人には失礼がないよう対応するとも載っていたはずですよね。
この状況は、騎士団ガイドにもどう処理すればいいか書かれてないですね。はい、あなたがいれば問題はなさそうですね。はい、なんたってあの風魔竜からモンド城を守ってくれた栄誉騎士様なのですから。風魔竜、それはそれは、お気遣いありがとうございます。はい、ではこの方がモンドにいる間はお二方にお任せします。アライス様はお酒を仕入れに来た商人ですので、お酒の知識がある方かと存じます。私どもモンド人の間で評判の酒場エンジェルズシェアでご休憩なさるのはいかがでしょうか。それはありがたいですね。ではお言葉に甘えて。エンジェルズシェアか。この木だるにはありったけのモンドの名酒が。これらを、ああいや、仕入れと言ったんです。お待たせしました。お酒をどうぞ。これはダンディライオン酒をベースにしたカクテルです。バーテンダーの方に鎮静作用のあるドドリアンを入れてもらうようお願いしました。長旅でお疲れでしょうから、いきなり冷たいものを飲むのは胃によくありません。ですので氷を少なめにしておきました。お口に合うといいのですが。鎮静、このお酒はモンド人なら誰でも飲めるんですか。それって私がモンドの酒造業に対して。そうです、ただ興味があるだけです。この話は一旦置いときましょう。お酒を飲んでたらなんだかお腹を空かしていたことを思い出しました。お腹が空いていたのですね。私の不手際でした。もっと早くに知っていればお会いした時にパンケーキを分けてあげられたのです。はい、そこに行きましょう。新しい装備を買った方がいいぞ。暁ワイナリーのダンディライオン酒。辛い料理がないなんて。すごく香ばしい匂いです。やはりモンドのお酒を売るにはそれと一緒におつまみも必要不可欠ですね。醸造技術よりレシピの方が手っ取り早いかも。私が言いたかったのはダンディライオン氏の醸造技術は特殊で偽装が難しいので、私たち商人も安心できるという意味です。この話は終わりにしましょう。メニューと、こんなに種類があると悩みますね。それでしたら選ぶのをお手伝いしましょうか。じゃあお願いします。はい、アロイス様は獣肉と鶏肉どちらがお好みでしょう。正直どっちでも。この店のステーキはすべて清泉町からその日のうちに運ばれてきた新鮮なお肉を使っています。おすすめはミディアムで、噛むたびにお肉の味わいがお口全体に広がります。そして鶏肉のスイートフラワー漬け焼きもここの名物料理です。外はカリッと中はジューシー、お酒にも合います。しかしこの二品ですと栄養に偏りがあり、あまり健康的な食事とは言えません。ですのでキノコピザと満足サラダをお付けすることをおすすめします。
問題ございませんでしたらこれで注文しますね。さっきの不手際を謝罪するためにもここは私におごらせてください。いいんですか？これじゃまるで。ご安心ください。これはお客様の最初で最後の食事、粗末にするわけにはいきません。この食事、ただの接待ってことでいいんですよね？最後の食事？そういうことでしたか。じゃあたくさん食べなければ。栄光の風はどうでしょう。最後は記念として忘れられない思い出の品をアロイス様にお送りしたいと思います。やっと終わりですか。あれ、記念とは？今日のおすすめはステーキですよ。どれにしようかな。はい、ノエル、あなたが欲しがっていたものです。ありがとうございます、マージョリー様。アロイス様、これをお受け取りください。ありがとうございます。この木彫りは大切に。 あれ、これはセピロス騎士団の記章。セピロス騎士団メイドのノエル、モンドを代表しセピロス騎士団と共にあなた様を歓迎いたします。あなたはメイドではセピュロス騎士団の人だったんですか？この贈り物は。やはり警告だったんですね。準備する時間があまりなかったのでこの程度のものしか。それでも深く思い出に残るモンドの旅であったことを祈ります。では一緒にセピロス騎士団に行きましょう。落とし物の手続きを。大丈夫です。ちょうど荷物をどこに落としたのか思い出しました。え、それでしたら騎士団に行って回収任務の手続きを。いえ、何も危険はないので自分で取ってきます。え、しかし凶暴な魔物がいるのでは。あなた様の安全のためにセピロス騎士を護衛としてつける必要があります。予定より早いですが私と来てください。え、先輩自ら護衛されるのですか。確かに安心できますが。では私はスワン様に状況を報告しに行きたいと思います。後でモンド城の城門で合流しましょう。アロイス様のことはお任せしますね。なあ、聞いたことあるかい？放浪寮に変わったやつがいるって。私の人生のことを言ってるんですか。手を出すには持ってこいってことですか。貴様、お許しを。どうかお慈悲を。全部話します。私はただモンドで調査がしたかったんです。ダンデライオン氏を偽造して店の先を売ろうと。それがまさか初めからあなたたちに見透かされていたなんて。私はまだ何もやってません。未遂ですよね。死罪とかになりませんよね。もしかして
罪に問えないから逆に城内で泳がせてからここで一気に裁きを下そうと。ご勘弁を。私行ってもいいんですか。はい、もちろん。メイドさんとあなたがいれば誰もモンドに手なんて出せませんよ。わかりました。さようなら、エオキス様。結局本当に悪いやつだったな。ノエルに言うべきかな。まずは帰って様子を見よう。お帰りなさい。あれ、アロイス様はどちらに。え、もうモンドを離れたのですか。どうして急に。まだあの方に宿の予約や酒商の紹介をしていませんのに。もしかして私どこかで客人にご無礼を、モンドに対して悪い印象を与えてしまったのでは。きっとそれで気分を害して。私はこんな些細なことすらできないのですね。悪巧み、そうだったのですね。私はやはり未熟です。肝心な時は栄誉騎士様に頼りっきりで、はあ、こんなことでは本物のセピロス騎士になれるのはまだまだ先ですね。